せーの、おジョニー、ジョニー、ラブだよ、ラブだよ。妹のジャニーちゃんです。兄のふっかたのジャニーくんです。ポン。9月27日金曜日から9月29日日曜日の予定やっていきます。お願いします。スノーマンの出演予定は週2回投稿しています。してください。まずテレビから6本です。ポンポン。ジップ出演するのは阿部くんで、9月27日金曜日8時台に日テレにて放送、うん、すごい戻ってきた阿部ちゃん。9月26日のジップ内で告知されました、うん、土曜ドラマゴーホームから小芝風花さん、阿部亮平さんが生出演。すごい。ゴーホーム最終回の宣伝ですね。うん、ね、阿部ちゃんが番手が低い阿部ちゃんがね、ね、誇らしいですね。ね、やっぱジップファミリーとして、うん、阿部くんが、ね、うん、大島優子より阿部ちゃんを連れてこいと。ね。いいですね。バディだからね。大島優子ちゃんね、そうだよね。相当だよね。本当だね。ね。この日ゴーホームが電波ジャックをするようですが、うん、おそらく阿部くんはジップのみに出演。あら、ヒルナンデスはすでに小芝風花、大島優子、ね、2人の出演が決まっていて阿部くんの名前ありません。まあ、普通このバディでね。そうだよね、どう考えてもね。すごいことだね、もうジップの阿部ちゃん愛が。本当だね。ね。スノタンからは、うん、阿部くんが金曜ジップにお帰りなさいだ。本当だね。最終回悲しいけど番宣出てくれるのは嬉しすぎる。うん、視聴者のマリクマちゃん、うん、せっちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。ネクストトーン。それスノーマンにやらせてくださいスペシャル、出演するのはスノーマンで、9月27日金曜日20時から22時に TBS にて放送。待ってました。今回は一本立て、うん、新企画東京それスノコレクション始動、うんうんうん、スノーマンがガチで選んだデートコーデでランウェイへ、うん、ね、目黒くんお帰りなさい回ですね。あ、そうだね。うん、これ目黒くんはフェンディ以外を着てるんでしょうね、もちろんね。ね、楽しみだね。うん、どうなんだろう、フェンディかもしんないなって気もする、ね、フェンディはいいな、私服を見たい ね、 ね、 ね、ダメなのかな。なんかね、番組欄にフェンディアンバサダーの目黒蓮はみたいに書いてあったから、どうなんだろうね。すごいね、そこまでフェンディを着なきゃいけないのかな。 ね、 ね、気になるね、そこもね。さすがに夏くんはフェンディ着てなかったもんね。あ、そうだね。ね、当チャンネルの視聴者長月さんからは、うん、ありがとうございます。秘密の嵐ちゃんでマネキン5より前にやっていたファッションショー対決があったので、 それのオマージュでもあるのかなと。マネキン5の前にやってたんだ。うん、知らなかった。まあ、この辺でね、桜井くんの嵐のね、うんうんうん、ファッション感覚のなさというか。あ、確かに、ね、確かに、やっぱ一個キャラとなってね。そうだよね、そうグッと一個来ましたからね。そのキャラに誰がなるんだろう。必死で多分、ね、まあ阿部ちゃんあたりも狙いに行くんじゃないでしょうかね。確かにボケてくるんじゃないでしょうか ね、 ね、 ね、誰になるだろうね。ね、そこの奪い合いってのもすごいよ ね、 ね、アイドルがさ。ね、ネクストこちら、全力脱力タイムズ70分スペシャル、うん、出演するのは渡辺くんで、9月27日金曜日23時から24時10分にフジテレビにて放送。嬉しい。ゲストとしてスタジオ出演、うんうんうん、この世界はワンダフルの宣伝で出演です。そうなんだ、大変だね。千鳥のノブとともにゲストコメンテーターを務める、うん、おーおーおー、今回はノブが MC を務める千鳥のクセスゴ、千鳥の鬼レンチャンと脱力タイムズが一夜限りのスペシャルコラボを実施。なるほど。クセスゴネタや鬼レンチャンの人気企画に脱力タイムズレギュラー陣が挑戦。うん、これは渡辺くんも挑戦するのか分かりませんけど、多分やるんだろうね、一緒にね。ね、まあ、渡辺くんは歌もうまいしMC もできちゃうし、うんうんうん、とんでもない逸材ですね。そうだね、演技もできるし。確かに、うん、これはすごいわ。番組視聴者からは、久しぶりの脱力タイムズ70分スペシャル。あ、そうだね、今や多忙で MC クラスのノブさんが、うん、あ、ノブさんね、一般層からも注目されている回です、うん、そうだね、確かにね。ネクストこちら、夜明けのラビット、出演するのは宮舘くんで、9月28日土曜日5時45分から TBS にて放送。うん、うんうん、ダッツ様もね、決まりましたね、 CM がね、流れてきましたね。なんかすごいおおらかな表情されてると思ったら、やっぱりそうだったんですね。おおらかな仕事決まったって、ね、やっぱりこう食べてて、あ、美味しそうだなって思われるには、やっぱりこうガリガリよりはね。そうだね、あ、なるほどね。おおらかな、うんうんうん、ね、表情されてた方がいいから、さすがダッツ様です ね、 ね。ネクストこちら、
ドッキリグランプリ出演するのは向井くんで、9月28日土曜日19時から21時にフジテレビにて放送。向井くんはレギュラーとしてスタジオ出演とロケ出演、マッサマンの記憶力がアップしたかもスペシャル。すごい。前回の4時間スペシャルで松田元太に惨敗してしまったマッサマンに自信を取り戻させるべく、今のマッサマンでも勝てそうな対戦相手、トラビス松倉が登場。ていうかジャニー君マッサマンより記憶力が低いので、この番組の楽しみ方がよくわからないんですよね。なんかマッサマンもすげー覚えてんな、すごいなと思いながら見てるんで、なんかみんな笑ってんじゃ ん、覚えれてないみたいな、そういう感覚が一切ない、ね、あ、なるほどね、すごいなってなっちゃうんだね。たまいいなと思いながら。わかるわかる、本当だよね。ね、すごい、結構覚えてるよね、すごいよねマッサマンもね。他にも、ストーンズ田中樹が断ったドッキリの餌食に、あらら、あとは千賀くんも他のドッキリにかかります。千賀くんやね。ネクストこちら、ゴーホーム10は最終回。出演するのは阿部くんで、9月28日土曜日21時から21時54分に日テレにて放送。あら、もう続々と終わっちゃうね。本当だね。予告で阿部くんが誠さんに告白をしているか、食事に誘っているっぽいシーンがありました。これは阿部たんちょっと辛い回ですね。角さんからも、テッシーの恋の行方が一番気になる。確かに最終回まで引っ張ってくるってことは、まあ、相当ね、阿部くんに期待してるってことでしょう ね。ドラマスタッフもね。まあこのドラマでちょっと阿部くんの演技への評価が多分相当上がったんじゃないでしょうかね。役もまあハマり役だったってこともありますけど、まあ上手だったよね。そうだね、当たり役というかハマり役でしたね。ネクストこちら、ラジオが一本です。佐久間大輔の待って無理しんどい、出演するのは佐久間くんで、9月28日土曜日20時から文化放送にてオンエア。おい、今回のゲストは漫画家赤坂赤先生。え、推しの子の人やん。そうそうそう、すごい。男性で36歳、若いんだよねまだね。赤坂赤先生は推しの子の原作などを担当。その他からは、赤坂先生やばすぎる、やばいね、ヤンジャン対談で仲良くなったご縁かな。あ、そっか、やってたね。マテムリのスタッフさんもものすごいスピード感でゲストさんに呼んでくださる、ね、次はね、推しの子の映画館の時とか出てほしいね、声優でも。あ、そうだよ ね、まあ、そういう流れどんどん来るでしょう ね。ネクストこちら、雑誌が4本です。ベストステージ11月号、渡辺くんが表紙で、岩本くんも掲載されます。岩本くんも9月27日金曜日に発売。渡辺くんと森本くんがドリームボーイズで表紙と関東に掲載。岩本くんがミュージカルキャッチミー市場公演に掲載。お値段は1210円です。ネクストこちら、バイラ11月号増刊、深澤くんが表紙で、9月28日土曜日に発売。人気市場デート企画第10弾、深澤達也小さな秋のピクニックデート、いいね、8ページ、お金使いすぎてね、デートするお金がないからピクニックになっちゃう。そうだね。まあ、ふっかさんもね、ドラマ出ますからね、相当雑誌にもいっぱい出てくるでしょうから ね、嬉しいですね。お値段は900円です。ネクストこちら、モアオータム2024スペシャルエディション、掲載されるのは渡辺くん、表紙です。9月28日土曜日に発売。渡辺くんすごいね、 MC に、本当だね、舞台に、すごいすごい。渡辺翔太、スーツ姿、パジャマ、メガネ、ヘアスタイル、ファッションでご変化を披露。あら、嬉しいねこれはね。渡辺くんの厚紙両面ピンナップ付き。あら、まあ、何気に今年一番売れたのはショッピーなんじゃないかっていう説もあるよね。そうだね、 MC も勝ち取っちゃったしね。本当だよ、ゴールデンだもん ね。ドラマもやったし ね。日本もね。しかもお値段は1350円です。ネクストこちら、ロフィシェルジャパン2024オータム、掲載されるのはラウールくんで、9月28日土曜日に発売。何ですかこのロフィシェルジャパンっていうのは、パリのクチュリエ業界の公式出版物、ロフィシェルの日本版創刊号。クチュリエって何ですか。なんだろうね、なんかあの、服飾系みたいなイメージ持ってるけど、オートクチュール的な。合ってるかな。オートクチュール的な、ね。表紙に宮沢りえ、グラビアにはラウールくん4ページ登場。
宮沢りえというと森田剛くんの奥さんですね。そうだね、うん、視聴者のシトロンさん他情報提供ありがとうございました。これは日本で買えるんでしょうかね。日本版の創刊号だから日本版の、うんうん、すごい。お値段1400クチュリエネクストこちら。その他の情報が9本あります。宮舘くんと川島明さんが出演するミツカン締め鍋シリーズ新テレビ CM、うん、ゆるい時間って最高だ編がすごい9月28日より全国で放送開始。まあ、まずは YouTube 版で見ましたけどね。うんうんうん、ね、当チャンネルの視聴者からも、うん、今年も締め鍋の CM 放映されるの本当に嬉しいです、うん、嬉しいですね。土曜日から楽しみです。去年はねちょっと騒動でなかったでしたっけ、だっけ。視聴者のかよちゃん、まりさん、あおいんさん、他情報提供ありがとうございました。伊達丹の皆様ありがとうございました。その他の情報ここから画像はありません。きなこちゃんとシトロンさんからの情報ありがとうございます。ボーグジャパンのインスタのリールにコージくんのファッションウィークの密着動画が上がっています。あらロンドンでのコージのタイムスケジュールが見られます。うん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 、続いてゆみっちさんからの情報ありがとうございます。ミツカン公式 YouTube で宮舘くんの締め鍋 CM 本編とメイキングが公開されています、うんね、アドリブも結構あったみたいなことを言ってましたね、うんうん、きなこちゃんからの情報ありがとうございます。天心半太郎さんの天心半太郎の本気チャンネルで、うん、マテムリの公開収録についての動画が上がっています。そうだよね、ゲストで来てくださってましたもんね。そうそうそう、続いてうのちゃんからの情報ありがとうございます。スノーマンが表紙の明星11月号、うん、盛りだくさんで大満足です。おいおい、うん、バルセロナのミュージックビデオの話も、うん、岩深伊達小路阿部作メメラウ鍋仲良しコンビの対談も、うんうん、これねなんか読み放題とかに入ってないんでね、あね買って見てみましょうかね。続いてせっちゃんからの情報、うん、ありがとうございます。 TVer でショッピーが出ていたオールドルーキー、うん、8話と9話今出てますよ。 あの水泳選手、水泳で、うんうん、超ナイスバーディーを披露してくれたやつです ね、そっからもうすごいことになりましたね。本当だね、 MC までなっちゃいましたよ。そうだよね、あの時ゲストだったもんね。ドラマ主役2本やって、ただね、うん、すごいですね、うん、プールで泳いでたお兄様が本当だね、今やもう大スターですよ。続いてノリーンさんからの情報ありがとうございます。9月22日のラウル君のスキマパリインスタライブ、うん、Wi-Fi の調子が不安定な時もあったということで、え Wi-Fi の調子はどうですかそうだ本当に皆さん Wi-Fi の調子はどうですか悪いです。 2,3 日はアーカイブ残してくれるとのことですということですが、9月26日朝の時点で残っていましたよ。よかったよかった。続いてブルーレーベルさん、せっちゃんからの情報ありがとうございます。バーバリですね、バーバリー公式 YouTube とバーバリー公式インスタにコージくんが載っています。すごい、アンバサダーじゃないのにすごい、すごいね。へー、続いてかよちゃんからの情報ありがとうございます。メメが9月23日にインライやってました、うん、やってたよね、うんうん、海端の直前ぐらいだっけ。そうだね、だやってたよね。ただアーカイブはありません。あ残念、うん、なんか相当深い内容を話してらっしゃいましたね。うんうん、自分のことはよくわかんないんだと、うん、客観的に見れないからやっぱり目黒くんは頭いいよね。なるほど ね他にはラウルくんがパリコレでどこかのブランドのショーに出るかもしれないので同行に注目ですね、うんうん、あらさらに出るんだね。一応10月1日までパリコレの会期があるから、うんね、出るか出ないかはキャスティングに受かるか受からないかっていうことなのかな。あ、なるほどね、うん、今戦ってるわけね、ラウちゃんは ねいつ帰国予定かは分かりません、うん、ね。出演予定に追加があった場合、うん、毎日更新しているこのチャンネルのコミュニティ投稿や X に反映します。次回のスの出演予定は9月29日日曜日に配信、せーの、ジャニージャニーラブだよおしまい、ポンポンポンのポーン。